どうもマリアトールです。皆さん、私ツヤツヤツヤ崎ですね。福岡県福津市というところでですね、地元を紹介する YouTuber やっとるんですけども、なんと地元福津市の、市役所の方からお仕事を受けたまわりました。今回やったお仕事ですね、新しいホームページを作るということで、その写真を撮るというミッションでございました。新しいホームページというのがこちらです。ドーン、はい、概要欄にも載せておりますので、ぜひチェックしてみてください。今回の今からやる動画はですね、私が任命されたあるミッションの一部始終を撮った動画でございます。よかったらこの動画を見てみて、そしてホームページもチェックしてみてください。では VTR スタート。ウユニ塩湖に行きたい。どうもマリアトールです。海外旅行行ってたらあそこに行ってさ、ピャーって撮ってさ、うわーってはしゃいでさ、ちょっと明るく撮ってさ、インスタにあげます、どうだいいだろうみたいな写真いっぱい撮るじゃないですか。撮りたい。いやでもね、この状況ですからね、やっぱ海外に行くのはね、やっぱ厳しいし、そもそも厳しいし、諦めかける人たち安心してください。ウユニ塩湖福津にありますよ。福津にとっても大きな塩湖があるじゃないですか。津屋崎の海岸はですね、めちゃめちゃ潮がビヤーってなるところなんで、ワンチャンそれっぽいのが撮れるんですよ。今日はちょっと全力でそれを撮って、ウユニ塩湖にこうしたいと思います。今日は7時半が干潮、再干潮で、だから今から再ピークになる。もうちょい晴れたらいいけど、冬はね、想像よりは雲少ない予想よりもっと左に行きます。あれ白鳥、あーちょっと波が立ってるけどな。この辺綺麗ですけど、こう手前、そうね、あの辺がやりやすいかなと思っているんだよね。今日は完全に調子するのはあと前15分、15分。あ、そうなんですか。うん、もっとあっちだね。綺麗なんだけど、ここに映ってる。あそこ立ってもらったらどこ、あの島のすれすれぐらいに。ちょっと一回見らんと無駄行きになる。ほら行った、ほら行った怖いものを知ってるけど怖がらず。美学です、美学。悪くない、すでに多少出てたら後で若干奥は加工できるのよ。世の中で出回ってる写真どんだけ加工、あれひどいよ、あれ調べてみて。あれ加工なんですか。全く下関係ない。え、マジで、うん、やっぱりダメでしょ。ハトシさん悪くない。いい感じ、これ加工悪くない。この人にして、お、より低くいきますね。工夫されてる。なんか落ちた。いい感じっすね。いい感じやぞ。もう沈む。みんな沈むから気をつけて。行くか。行きますか。行きますか。ありがとう。てかめっちゃ綺麗じゃない？この写真でいいやん。この GoPro の絵がめっちゃいい。この位置はそこがいいんで、なんかいろいろ楽しそうに。すげえ楽しそうじゃん。風が出てきた。風が出てきて撮れん。少し移動します。 GoPro ではめちゃくちゃいい感じなんだけど、氷、あー冷たい。冬の食器洗いのところに足から入った感じ。その辺も悪くないね。あー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、じゃん、いいじゃん。すごいよ、この GoPro 上はすごいことになってる。ここね、薄くていいんだけど真っ黒なんのよ、映るのが。イエーイ、ワーイ、セイヘイ、ヤッホー、ハロー、セイハロー、ジャンプ、ウェーイ。暗いのよ、逆光なんよ。もうダメだ。今日は泊まり。今日は雲がない、風も弱い、空綺麗。今日もラストチャンスなの。20メートルぐらいあるやん、そこ。それ俺がこっちからこう取るだけ。ちょっと島にやっぱいつも通り渡ってもらわないと。ありがとう。あれが福津市の議員です。
その辺で。ちょっと目元の調整が。あ、すごいすごいノック。なんで濡れてないの？めっちゃ濡れてるよ俺も。ここはいいぞ。今ではチャンスは。なんかポーズして。ありがとう。せーの。ありがとうございました。なんとかこれで提出します。笑えねえよ。朝足冷や水健康法、皆さんもぜひ足冷や水健康法しに来てみてください。多分夏は昼でもできる。やっぱ映えとかおしゃれは血のような努力の上に成り立ってることが今回分かった。いや、この時期にトロッとしない。